シリーズ出場に向けホームアドバンテージが得られるという熾烈な2位争い、まだまだ行われていますが、まずは開幕から首位を走りまして、4年ぶりのリーグ制覇へ向かっていたイーグルス、しかし大事な終盤の戦いで8月23日から10連敗と痛すぎる大型連敗を喫しているイーグルスですね、2位ライオンズとはゲーム差 4.5 という差になりました。非常に心配ですが、そこで TBC 東北放送松尾たけしアナウンサーに現在のイーグルスについて聞いてみましょう。松尾さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと 4.5 と言われるとドキドキするんですけれども、はい、3.5 ですよね。 3.5 でしたね、失礼しました、はい、ちょっとその差大きいですよね。 3.5 でした、失礼しました。松尾さん、はい、現状3位という順位ですが、いかがですか。そうですね、ちょっと7月のオールスターぐらいの頃には、まあ、ホークスは自力があるので、こう徐々に詰まってくるのかなという気がしましたけれども、はい、まさかこれだけ差をつけられた上にライオンズまで抜かれるっていうのは想像がつかなかったですね、うん、そうですね。まず序盤の戦いから伺いましょうか、はい、前半戦非常にこう投打が噛み合ったという、形でしたが、そうですね、あの開幕3連勝、あの京セラドーム大阪でオリックスに3連勝したのがまず一つ大きかったんですけれども、この時、あの岸がインフルエンザにかかっていて開幕できなかったり、それからあの、安楽ですね、はい、安楽が故障でローテーションに入れない、本当マイナスの情報ばかりだったのを、はい、まあ、ペゲーロ、それから茂木ですね、はい、この2人で打線でこう引っ張ったというような感じで、うん、3連勝どころかその後も好調が続いたというところだったんですよね。ペゲーロ、茂木、小原さん本当にこう活躍しましたよね。そうですね、本当にもうすごい打線で、ジャイアンツの交流戦とかもね、あの試合見させてもらったんですけど、もう全部もう本当に圧倒してましたよね。あのその頃はもうセリーグを圧倒、まあパリーグもね圧倒してたんですけど、うん、本当強いなっていう感じでしたね。ちょうどあの巨人に3連勝した時に、はい、2位に4ゲーム以上つけてたんですよね、リーグでも、で巨人が連敗でしたもんね、あの時は、うん、ですから、あ、巨人って何をやってもうまくいかない、こういう時があるんだなと思ってたんですけど、まさか楽天が大事な夏場にそういうところが来るとは思わなかったですね。そうですね。ペゲーロをね、2番に置いたりとか、はい、梨田監督の采配も当たりましたよね。そうですね、まあ、2番に適した人がいないということでの苦肉の策だったようなんですけれども、それが見事にはまったという前半戦でしたね。前半は相当仙台も盛り上がったでしょ。そうですね、いや、まあ、この連敗が続いている時もほぼ満員なんですよ、はい、でもやはりなんて言いますかね、ため息とこの歓声の差っていうのは前半後半でこう大きな違いがありますよね。そうですね、まあ、8月9月で、まあ、結局ここまで10勝25敗、はい、一分けということで大失速という形になってはいますが、現状はどうですかね、松尾さん。まあ、怪我人が多かったというところが大きいですよね。でそれでなんとなくこういる人がカバーをしなきゃいけないということで、普段通りの力でいいところをなんかもうちょっと力を出さなきゃいけないっていう気持ちがなんかこう無理にこうなんですかね、悪循環にはまっていて、悪い方へ悪い方へ、本来の力もこうなかなか出ないというような、そんな感じ。それから故障者もなんですか、10割まで戻らずにこう復帰してきている、はい、でなかなかこちらも力を出しきれないと、はい、そんな感じでしょうかね。そういうところは佐藤岡さんありますよね、怪我人が出ると。まあ本当はね、強いチームっていうのは怪我人が出るとそこからまた若手が出たり、はい、変わった選手が活躍するんですけどね、はい、やはりなんか相手に任すというか、うん、やってくれよって今までの流れができてないからね、うん、その本当にペゲロ、茂木とかがね、いなくなった時のね、うん、それが失速したっていうか、なんか選手たちがなんか元気がなくなったような感じがしますよね。うん、そうですね。そしてあれですよね、岸にしてもまあ、出足ちょっとつまずいてすごく期待されたんですけど、はい、いいピッチ、則本にしてもいいピッチングしても勝てない時ってあるじゃん、勝てなかったじゃないですか、ええ、やっぱりそうなるとチームとしては、うん、やっぱり打ってからね、うん、打って今まで打ち勝ってここまで上位にいたチームですからね、はい、やはり打つ方をちょっとね、うん、頑張ってほしいなと思いますけど、はい、松尾さん、前半戦が終わって梨田監督が実は試合消化が少なくて日程に恵まれていたんだと、はい、でここが大変なんだということを言ってたんですよね、そうですよね、実はね、
ちょうど8月に入るあたりから6連戦が7週続くというような話が出たところで、デゲールと岡島が怪我をして、で、今井が骨折をして、松井裕樹がちょっと肩に違和感を覚えていなくなる。なんかこのタイミングが悪かったですね。はい、そうですね、やはり怪我人が一番の、まあ、要因というか、はい、というところになりますかね。あと、昨日敗れましたが、菊池雄星にとことん相性が悪いというところで、はい、8月に火水木の曜日にライオンズ戦が第1週、第3週、第5週と来るところに、はい、見事に菊池をはめられたんですね。あ、なるほど。はい、はい。木曜日登板ということで。そうか、そうか。そこでことごとく負けた。さらにそのライオンズ戦は3連敗、3連敗、3連敗だったんですよね。はい、だからまあ本当に詰められて追い抜かれたというところはありましたね、なるほど。ちょっとなんか暗くないですか、松尾さん。いやー、これなんですか、暗くないですか、松尾さん自身が。いやいや、菊池雄星がどうしても気になって、でどうしても行ったとしても、やはり間違いなく当たるわけじゃないですか、でこのなんていうか攻略法が見出せないまま、どうやら CS ってことになってしまいそうなので、ソフトバンクに聞けばいいじゃないですかそうなんですよね。ね、なんかこう本当に攻略法を聞きたいですよね。そうですね。10連敗ですからね、一人の相手に、そうですよね、なかなかないことだと思うんですけれども。明るい材料をぜひ松尾さん。はい。どうですかね。なかなか見出せないですけど。資料をめくってる音が聞こえますけど。はい、若手でしょうか。大声がね。大声ね。大声。この、なんていうんですか、実戦を積みながら、こう、状態を上げてるというか、経験積んでるんでね。このあたりの若さに期待したいですかね。そうですね。8月の前半でしたかね。はい。9番でスタメン出場して、で、6試合連続ヒットもありましたし。そうですね。大声がやっぱり、はい。一つキーマン。一つ、そうですね。それから藤平。藤平、藤平ね、いいですね、はい、いいピッチャーですね。ローテーションにも入ってきてます。まあ、ちょっと前回はね、中村に打たれましたけれども、はい、ただこう勢いのあるまっすぐあるんで、彼に期待したいですね。そうですね、西武と 3.5 ゲーム差、どうでしょう、はい、残り20試合ありますが。そうですね、西武より残り試合が多いというところをプラスに捉えたいですね。はい、まずは2位を。そうです。目指して。全然いけると思いますよ。いけますよね。はい。本拠地でやりたいですね。松尾さんが明るくなるように、はい、僕なりのデータを披露させてもらうと。お願いします。楽天残り20試合じゃないですか。で、苦手が6試合あるんですけど、このうち6試合の中に西武が2戦入ってるんですね。はい。この直接対決2戦をなんとかね、まあ、則本、岸、美馬とかをぶつけて、はい、取れればですね、残りそれ差し引いた18試合中14試合はもう得意カードなんですよ。そうです。そうか、そうか、そうか、そうか。逆に西武は、16試合の、14試合残ってて、半分の6試合ぐらいが苦手カードなんですよ。なるほど。だから、考えようによっては、僕は楽天はまだまだチャンスあると思ってますよ。いかがですか、こんな感じで。そうですね。しかも明日からホーム6連戦なんでね。はい。ここしっかり、こう、ファン、地元のファンのね、後押しで、ものにしていくというところにしたいですね。いや、まだまだ僕はね、いけると思ってますよ。はい。ありがとうございます。佐田岡さんからも、ぜひ。松尾さん。いやいや、僕は、はい、ないですか。ない。やっぱ苦しいと思いますよ、それは。やはり、西武の充実した感じがありますから、うん、そういう意味では、よっぽどその、オコエにしても、藤平にしても、はい、この若手がね、やっぱり新しい力がなんとか出てこないとね。はい、そうですね。はい、ですから、松尾さん、ぜひ、クライマックスを、地元で、そうです。やってほしいですね、楽天ね。はい、期待してます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。TBC 東北放送の松尾アナウンサーでした。いいデータか、小田さん。はい。はい。まだでしたね。まだまだですよ。楽天、現在西武と 3.5 ゲーム差、3位につけているという楽天です。クライマックスシリーズに向け、ホームアドバンテージが得られる熾烈な2位争い。3位イーグルスとゲーム差 3.5 ゲームでつけている2位ライオンズを見ていきます。去年は借金12で終わりまして、1981年以来、3年連続 B クラスに沈みました。今年は岸投手がイーグルスに FA 移籍ということで、さらに苦しいピッチャー陣が、まあ、手薄になってしまうという懸念があったんですが、佐藤さん、その中でスタートした辻大誠、2017年のライオンズですが、まあそうですね、はい、借金ということと、あと守備がエラーが多いというチームだったんですけど、辻監督が来てね、そういう意味では守りもしっかりしてきましたしね、はい、まあなんといってもやはり菊池がね、もう圧巻の投球してますからね、そういう意味ではもう本当大きな柱で頑張ってますし、打つ方でもね、中村が休んでる時、山川選手がね、もう彼が4番としてね、
すぐあのいい時期っていうのは去年までは本当短かったんですけど、はい、今年は本当にずっと続いて、うん、もう中心バッターですから ね、あとやはり彼はムードメーカーですから、はい、もうチームがねすごく盛り上がりますよね。そうなんですよね。あのランニングにしてもあのいろんなプレーしてもね、はい、ぽっちゃり体型でね、はいはいはい、非常にいい選手ですが山川選手、まあ、菊池雄星投手の話になりますが、あの二段モーションもあったりとか、はい、いろいろ苦しんだ中で普通ピッチャーはねあんなこと言われるとね、はい、本当もう、あの投手生命に関わるようなことなんですよ、はい、それを短い期間でね、直してきたというか、はい、やってきた。すごい能力の高さも感じますしね、やっぱり意識の高さも感じますからね、はい、そういう意味では、うん、もう本当もうすごいピッチャーだと思いますよ。普通になんかもういいから変えていきましたもんね。あの、まあ、1試合ぐらいだったかな、ちょっと違和感あったというのは、はい、そうです、はい、あのもう凄さがね、もう投球にストレートにしてもスライダーにしてもね、うん、もう出てますよね。そうですね、雄星が本当にライオンズを引っ張ったという形になりました、はい、先ほど山川選手の話もありましたが、尾形さん、はい、打線の方ですが、はい、源田選手とかね変わって、あ、そうですね、はい、ルーキー源田やっぱりこうなんていうんですかね、こう打てない時とか、はい、もうあるじゃないですか、長いシーズン考えれば、そういう時も、うん、機動力があるチームっていうのは相手のエラーとかフォアボールから得点圏に進めますからね、はい、チャンスはもう間違いなく打てなくても作れるチームであると言い切れますから、そういう点ではこの、はい、あの盗塁数113ですか、ええ、の、あ、113ですね、はい、のセーブなんてもうすごいと思いますよ。ああ、少々あの打線に波ができてもこれは得点力はあまり落ちないチームですよね、はい、ええ、ここら辺を見ても辻監督はやっぱりこうね植え付けた DNA というか、だから、ええ、あの源田をずっと使ってたじゃないですか、はい、そしてそれに応えてこれだけ盗塁をして、まあ、足のことはあったんですけど、これだけヒットを打てるとは思ってませんからね、うん、そういう意味ではね、はい、まずその足のことを考えて2番に置いた、はい、ということですよね。それと変わらず秋山選手とかの、ね、はい、の活躍と浅村選手ですよね、ここら辺はやっぱり安定してますよね、だってピッチャーの方は、まあ、シュリッターとか後ろの、ね、中継ぎリリーバーたち頑張ってますけど、うんうん、この2位という位置にいながら、はい、規定投球に達しているのが菊池雄星の一人だけっていうチームもなかなか珍しいと思いますよ。なるほど、普通の1位2位を争ってるところとかいうのは、まあ、3、4人は規定投球行ってますよ、うん、普通はそういうことになりますね、いかにこう中継ぎ陣が頑張ったかっていうのがありますよね、現状、まあ、2位を確保というところが、一つもう西武の残り14試合だと思いますが、どうでしょう、クライマックスに向かって。いやいや、もうあのやはり打撃陣ですよ、まあ、ピッチャーも頑張ってますけど、はい、やはり打撃、まあ、浅村のムードメーカーですしね、そういう意味では、はい、やはり、先発投手がね、本当に5、6回まで頑張ればいい戦いかっていうか、もう西武らしい戦いができる、まあ、でもさっき大畑君も言ってたけど、はい、足が使えるからね、うん、そうですね、だからそんな打たなくてもね、そう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 、だから、まあ、あのクライマックスもファーストステージ勝ち抜いて、うん、はい、ファイナルに行って、はい、まあ、ソフトバンクと戦うことになったら、はい、まあ、チャンスはあると思うんですよ、打線だけの打ち合いとかだったら、うん、はい、ただやっぱ菊池雄星投手がソフトバンク戦に勝てない、うん、ここをなんとかしなきゃいけないの で、ええ、僕はレギュラーシーズン中にもう絶対もう1回か2回ぶつけて、はい、こう勝てるイメージを養うっていうのも大事になってくると思います、うん、なるほど、あえてぶつけておいて、そう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 、勝っておいて、うん、 そしてクライマックスに向かう、相手にも、あ、菊池雄星やっぱいいんだって思わせることも大事だと思いますね。やっぱりその流れは菊池雄星が、うん、いやそれはもう、そうですね、そういうことを考えてると思いますよ。そうですね、はい、現状2位パリーグ西武、ソフトバンクとは 13.5 ゲーム差、3位の楽天とは 3.5 ゲーム差、残り14試合ということになりました、この時間は西武についてお話を伺ってまいりました。菊池雄星にとことん相性が悪いというところで、はい、8月に火水木の曜日にライオンズ戦が第1週第3週第5週と来るところに、はい、見事に菊池をはめられたんですね。あ、なるほど、はいはい、木曜日登板ということで、そうかそうか、そこでことごとく負けた。さらにそのライオンズ戦は3連敗3連敗3連敗だったんですよね、はい、だからまあ本当に詰められて追い抜かれたというところはありましたね、うん、なるほど。ちょっとなんか暗くないですか、松尾さん。いやー、これ、ん？なんですか、暗くないですか、松尾さん自身が。いやいや、ええ、菊池
菊雄星がどうしても気になって、でどうしてもそれ行ったとしても、やはり間違いなく当たるわけじゃないですか。で、このなんていうか、攻略法が見出せないまま、どうやら CS ってことになってしまいそうなので、ソフトバンクに聞けばいいじゃないですか。そうなんですよね。何かこう、本当に攻略法を聞きたいですよね。そうですね。10連敗ですからね、一人に相手に、ね。なかなかないことだと思うんですけれども。明るい材料をぜひ、松尾さん。はい。どうですかね、なかなか見出せない。資料をめくってる音が聞こえますけど。はい、若手でしょうか。大声がね。大声ね。大声。この、はい、なんていうんですか、実戦を積みながら、こう、状態を上げてるというか、経験積んでるんでね。このあたりの若さに期待したいですかね。そうですね。8月の前半でしたかね。はい。9番でスタメン出場して、で、6試合連続ヒットもありましたし。そうですね。お声がやっぱり、はい。一つキーマン。一つ、そうですね。それから藤平。藤平、藤平ね、いいですね、はい、いいピッチャーですね。ローテーションにも入ってきてます。まあ、ちょっと前回はね、中村に打たれましたけれども、はい、ただこう勢いのあるまっすぐあるんで、彼に期待したいですね。そうですね、西武と 3.5 ゲーム差、どうでしょう、はい、残り20試合ありますが。そうですね、西武より残り試合が多いというところをプラスに捉えたいですね。はい、まずは2位を。そうです。目指して。全然いけると思いますよ。いけますよね。はい。本拠地でやりたいですね。松尾さんが明るくなるように、はい、僕なりのデータを披露させてもらうと。お願いします。楽天残り20試合じゃないですか。で、苦手が6試合あるんですけど、このうち6試合の中に西武が2戦入ってるんですね。はい。この直接対決2戦をなんとかね、まあ、則本、岸、美馬とかをぶつけて、はい、取れればですね、残りそれ差し引いた18試合中14試合はもう得意カードなんですよ。そうです。そうか、そうか、そうか、そうか。逆に西武は、16試合の、14試合残ってて、半分の6試合ぐらいが苦手カードなんですよ。なるほど。だから、考えようによっては、僕は楽天はまだまだチャンスあると思ってますよ。いかがですか、こんな感じで。そうですね。うん。しかも明日からホーム6連戦なんでね。はい。ここしっかり、こう、ファン、地元のファンのね、後押しで、ものにしていくというところにしたいですね。いや、まだまだ僕はね、いけると思ってますよ。はい。ありがとうございます。佐田岡さんからも、ぜひ。松尾さん、いやいや、僕は、はい、ないですか、ない、やっぱ苦しいと思いますよ、それは。やはり西武の充実した感じがありますから、うん、そういう意味では、うん、よっぽどそのお声にして、うん、もう圧巻の投球してますからね、そういう意味ではもう本当大きな柱で頑張ってますし、打つ方でもね、中村が休んでる時、山川選手がね、もう彼が4番としてね、すぐいい時期っていうのは去年までは本当短かったんですけど、はい、今年は本当にずっと続いて、もう中心バッターですから ね、あとやはり彼はムードメーカーですから、はい、もうチームがねすごく盛り上がりますよね。そうなんですよね。ランニングにしてもいろんなプレーしてもね、はい、ぽっちゃり体型でね、はいはいはい、非常にいい選手ですが、山川選手、まあ、菊池雄星投手の話になりますが、二段モーションもあったりとか、はい、いろいろ苦しんだ中で、普通ピッチャーはね、あんなこと言われるとね、はい、本当もう、投手生命に関わるようなことなんですよ、はい、それを短い期間でね、はい、直してきたというか、はい、やってきた、すごい能力の高さも感じますしね、やっぱり意識の高さも感じますからね、はい、そういう意味では、うん、もう本当もうすごいピッチャーだと思いますよ。普通になんかもういいから変えていきましたもんね。まあ、1試合ぐらいだったかな、ちょっと違和感あったというのは、はい、そうです、はい、もう凄さがね、もう投球にストレートにしてもスライダーにしてもね、うん、もう出てますよね。そうですね、優勢が本当にライオンズを引っ張ったという形になりました、はい、先ほど山川選手の話もありましたが、小方さん、はい、打線の方ですが、はい、源田選手とかね、変わって、あ、そうですね、はい、人気源田、やっぱりこうなんていうんですかね、こう打てない時とか、はい、もうあるじゃないですか、長いシーズン考えれば、そういう時も、うん、機動力があるチームっていうのは相手のエラーとかフォアボールから得点圏に進めますからね、はい、チャンスはもう間違いなく打てなくても作れるチームであると言い切れますから、そういう点ではこの、はい、盗塁数113ですか、113ですね、はい、のセーブなんてもうすごいと思いますよ、はい、少々打線に波ができてもこれは得点力があまり落ちないチームですよね、ここら辺を見ても辻監督やっぱりこうね植え付けた DNA というか、だから源田をずっと使ってたじゃないですか、はい、そしてそれに応えてこれだけ盗塁をして、まあ、足のことはあったんですけど、これだけヒットを打てるとは思ってませんからね、うん、そういう意味ではね、はい、まずその足のことを考えて2番に置いたということですよね、はいはい、そういうことですね、
それと変わらず秋山選手とかのね、はい、の活躍と浅村選手ですよね、ここら辺はやっぱり安定してますよね、だってピッチャーの方は、まあ、シュリッターとか後ろの、ね、中継ぎリリーバーたち頑張ってますけど、うんうん、この2位という位置にいながら、はい、規定投球に達しているのが菊池雄星の一人だけっていうチームもなかなか珍しいと思いますよ。ないですね、うん、そこの中ではね、なるほど、普通の1位2位を争ってるところとかいうのは、まあ、3、4人は規定投球行ってますよ、うん、普通はそういうことになりますね、いかにこう中継ぎ陣が頑張ったかっていうのがありますよね、現状、まあ、2位を確保というところが、一つもう西武の3通りの力でいいところをなんかもうちょっと力を出さなきゃいけないっていう気持ちがなんかこう無理にこうなんですかね、悪循環にはまっていて、悪い方へ悪い方へ、本来の力もこうなかなか出ないというような、そんな感じ。それから故障者もなんですか、10割まで戻らずにこう復帰してきている、はい、でなかなかこちらも力を出しきれないと、はい、そんな感じでしょうかね。そういうところは佐藤さんありますよね、怪我人が出ると。まあ本当はね、強いチームっていうのは怪我人が出るとそこからまた若手が出たり、はい、変わった選手が活躍するんですけどね、はい、やはりなんか相手に任すというか、うん、やってくれよって今までの流れができてないからね、うん、その本当にペゲロ茂木とかがね、いなくなった時のね、うん、それが失速したっていうか、なんか選手たちがなんか元気がなくなったような感じがしますよね、うん、そうですね。そしてあれですよね、岸にしてもまあ、出足ちょっとつまずいてすごく期待されたんですけど、はい、いいピッチング、則本にしてもいいピッチングしても勝てない時ってあるじゃない、勝てなかったじゃないですか、ええ、やっぱりそうなるとチームとしては、うん、やっぱり打ってからね、うん、打って今まで打ち勝ってここまで上位にいたチームですからね、はい、やはり打つ方をちょっとね、うん、頑張ってほしいなと思いますけど、はい、松田さん、前半戦が終わって梨田監督が実は試合消化が少なくて日程に恵まれていたんだと、はい、でここが大変なんだということを言ってたんですよね、そうですよね、実はね、ちょうど8月に入るあたりから6連戦が7週続くというような話が出たところで、ペゲールと岡島が怪我をして、で今井が骨折をして、松井裕樹がちょっと肩に違和感を覚えていなくなる、なんかこのタイミングが悪かったですね、はい、そうですね、やはり怪我人が一番の、まあ、要因というか、はい、というところになりますかね。あと昨日敗れましたが菊池雄星にとことん相性が悪いというところで、はい、8月に火水木の曜日にライオンズ戦が第1週第3週第5週と来るところに、はい、見事に菊池をはめられたんですね。あ、なるほど、はいはい、木曜日登板ということで、そうかそうか、そこでことごとく負けた。さらにそのライオンズ戦は3連敗だったんですよね、はい、だからまあ本当に詰められて追い抜かれたというところはありましたね、うん、なるほど。ちょっとなんか暗くないですか、松尾さん。いやー、これん、なんですか、暗くないですか、松尾さん自身が。いやいや、菊池雄星がどうしても気になって、でどうしてもそれ言ったとしても、やはり間違いなく当たるわけじゃないですか、でこのなんていうか攻略法が見出せないままどうやら CS ってことになってしまいそうなので、ソフトバンクに聞けばいいじゃないですかそうなんですよね。ね、何かこう本当に攻略法を聞きたいですよね。そうですね。10連敗ですからね、一人の相手に、ね、なかなかないことだと思うんですけれども。明るい材料をぜひ松尾さん。はい。もうちょっとね、頑張ってほしいなと思いますけど。はい。松尾さん、前半戦が終わって梨田監督が実は試合消化が少なくて日程に恵まれていたんだと。はい、でここが大変なんだということを言ってたんですよね、そうですよね、実はね、ちょうど8月に入るあたりから6連戦が7週続くというような話が出たところで、ペゲールと岡島が怪我をして、で今井が骨折をして、松井裕樹がちょっと肩に違和感を覚えていなくなる、なんかこのタイミングが悪かったですね、はい、そうですね、やはり怪我人が一番の、まあ、要因というか、はい、というところになりますかね。あと昨日敗れましたが、菊池雄星にとことん相性が悪いというところで、はい、8月に火水木の曜日にライオンズ戦が第1週第3週第5週と来るところに、はい、見事に菊池をはめられたんですね。あ、なるほど、はいはい、木曜日登板ということで、そうかそうか、そこでことごとく負けた。さらにそのライオンズ戦は3連敗だったんですよね、はい、だからまあ本当に詰められて追い抜かれたというところはありましたね、うん、なるほど。ちょっとなんか暗くないですか、松尾さん。いやー、これん、なんですか、暗くないですか、松尾さん自身が。いやいや、ええ、菊池
吉雄星がどうしても気になって、でどうしてもシリーズ行ったとしても、やはり間違いなく当たるわけじゃないですか。で、このなんていうか、攻略法が見出せないまま、どうやら CS ってことになってしまいそうなので。ソフトバンクに聞けばいいじゃないですか。そうなんですよね。何、ね、かこう、本当に攻略法を聞きたいですよね。そうですね。10連敗ですからね、一人の相手に、ね。なかなかないことだと思うんですけれども。明るい材料をぜひ、松尾さん。はい。どうですかね、なかなか見出せない。資料をめくってる音が聞こえますけど。はい、若手でしょうか。大声がね。大声ね、大声。うん、この、はい、なんていうんですか、実戦を積みながら、こう、状態を上げてるというか、経験積んでるんでね。このあたりの若さに期待したいですかね。そうですね。8月の前半でしたかね。はい。9番でスタメン出場して、で、6試合連続ヒットもありましたし。そうですね。大声がやっぱり、はい。一つキーマン。一つ、そうですね。それから藤平。藤平、あ、藤平ね、いいですね、はい、いいピッチャーですね。ローテーションにも入ってきてます。まあ、ちょっと前回はね、中村に打たれましたけれども、はい、ただこう勢いのあるまっすぐあるんで、彼に期待したいですね。そうですね。西武と 3.5 ゲーム差、はい、どうでしょう、残り20試合ありますが。そうですね、西武より残り試合が多いというところをプラスに捉えたいですね。はい。まずは2位を。そうです。目指して。全然いけると思いますよ。いけますよね。はい。本拠地でやりたいですね。松尾さんが明るくなるように、はい、僕なりのデータを披露させてもらうと。お願いします。楽天残り20試合じゃないですか。で、苦手が6試合あるんですけど、このうち6試合の中に西武が2戦入ってるんですね。はい。この直接対決2戦をなんとかね、まあ、則本、岸、美馬とかをぶつけて、はい、取れればですね、残りそれ差し引いた18試合中14試合はもう得意カードなんですよ。そうです。そうか。